はい、こんにちは、ポロです。今日はですね、真似すべき対象というですね、話をしていきます。まあ、モデリングですね。モデリング、もう本当にこう成功法則の中でもかなり、まあ、一般的な、まあ、やり方というかね、法則と言われているモデリングですけど、まあ、うまくいっている人を真似しましょうっていうものですね。うまくいっている人のやり方をそのまま真似すれば、まあ、自分もうまくいきますよということですね。うん、で確かにそれって正しいと思うんですよね。うまくいかない人のやり方を真似するよりは、うまくいっている人のやり方を真似する方がうまくいきやすいということなんですけど、まあ、誰でも彼でもですね、真似すりゃいいってもんじゃないと、そこを本当に気をつけないと、あの人うまくいってるからパクろうとかね、真似しようってやってもうまくいかないことってあるんですね。まずはその何でしょうね、この特性と相性ですね。これをまず理解しておかないと、自分と全然タイプの違う人を真似してもうまくいかないんですよね。やっぱり文章を書くのがすごく苦手で嫌いなのに、なんか文章が得意な人の、ね、やり方を真似してもうまくいかないんですよ。こうやって動画に出るのが嫌だとかね、喋るのが下手くそだっていうのに、そういう人の真似してもやっぱうまくいかない。人間人それぞれ個性が違うわけだから、自分の個性に合ったやり方でやっていかないとうまくいかないんですよね。だからその成功法則って一つじゃなくてたくさんあるんですよ。で、人によって答えって違うんですけど、なぜか成功法則はこれだみたいな答えを一つに絞ろうとする人が非常に多いんですね。でも人それぞれ答えが違うわけですよ。その人に合ったやり方っていうのは、まあ当然ですけど人の数だけあるわけなんで、そこをしっかり踏まえてやらないと、全然自分のタイプの違う人を真似しても、まあ、うまくいかないんですよね。これはもう大前提として、まあ、言うまでもないと思うんですけど、でもとにかく真似すりゃいいやみたいな風に考えてる、安易に考えてる人は結構いるので、まあ、これは気をつける必要があるかなと思うんです。で、あとそのなんていうんですかね、まあ結論から先に言うとですね、この一歩先にいる人を真似しましょうってことなんですよ。例えばもうすでに大成功してる人を真似 してうまくいくかっていうと、うまくいかないことの方が多いんですよ。中小企業が大企業と同じやり方やってうまくいくかというと、うまくいかないじゃないですか。それは大企業に大企業のやり方があって、中小企業には中小企業のやり方があるんですよ。でも大企業のやり方がうまくいっていれば、中小企業がそれを真似しちゃったらうまくいくかというと、絶対うまくいかないですね。それと同じような状態ですよ。自分がズブの素人でまだ駆け出しなのに、もうすでに大成功している人と同じやり方をやってもうまくいかないことの方が多いんですね。状況がそもそも違うので、よく何でしょうね、このノウハウとかメソッドは私がやって実際に結果が出たものですという形であなたにじゃあお伝えします、だから再現性があるんですよって言うんですけど、それは気をつけないといけないのは、その人の状態で試してうまくいったからそういうふうになったってことを踏まえて考えないと、自分と全く同じ状態の人がそのノウハウを試してうまくいったんだったら再現性はありますけど、自分よりも何歩も先にいる人、例えばもうすでに自分のファンがいっぱいいるとか、リストがいっぱいあるとか、ね、そういう人たち、ある程度スキルがあるとか、ね、知識があるとか、っていう人が試してうまくいったのと、リストもないし、ファンもいないし、知識もノウハウもない、ど素人が同じことやって、じゃあ同じ結果が出るかっていうと、多分出ないんです。っていうのはさっきの中小企業と大企業と一緒なんですね。で、一歩先にいる人を参考にした方がいいということです。だから例えばその研究をするときもそうです。モデリングだけじゃなくて研究をするときもそうですけど、うまくいっている人、もう超成功している人の、まあ、そういう例えば YouTube や YouTube の動画を研究するのもいいんですけど、それってもうその人だからっていうのもあるんですよ。例えばトップ YouTuber とかがね、動画1本上げたらもうどんなつまんない動画でもなんか何十万再生とかでもいくじゃないですか。そういうものを研究してももう分かんないですよ、何が良くて何が良くないの。もうそれはその人に商品価値があって、その人だからっていうので再生回数が伸びてたりバズってたりするわけですね。だそういうものってあんまりこれ参考にならなくて、それよりは全く無名な人を研究した方が結構、ね、参考になったりするわけです。例えばその無名な人がですね、こう動画をね、じゃあ例えばこういっぱい上げてたとするじゃないですか。こうやって1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
9みたいな感じで動画を上げてたとしますよね。で、無名な人だから当然再生回数も伸びないわけですよ。で、コメントのとこについてない、いいねもついてないとかっていう状態、基本的には。になるけど、その中でじゃあ、例えばこの5番だけやたら再生回数が多かったり、いいねの数が多かったり、コメントがついてたりとかしたら、おやって思うじゃないですか。他のは全然鳴かず飛ばずで、何の反応もない。再生回数も大したことないし、いいねもついてないのに、なぜかこの5番だけは、やたらと反応がいいってなると、ここに何か理由があるわけですよ。で、これを分析していくんですね。なんでこの動画だけ、他のはね、大したことないのに、なんでこの動画だけこんな反応が出てんだろうっていうのを調べると、まあ、いろんなこう、なんていうんですか、そういうヒントが見つかるわけですね。これはだって、この5番がその反応が良かったのは、この人だからっていうのじゃないじゃないですか。無名な人だし、普段は全然鳴かず飛ばずの動画しか上げてないわけだから、この人だから何か反応が良かったっていうことではないですね。だから、それ以外の要因が何かあるわけです、この5番の動画に。でもさっきのトップ YouTuber の件だと全部もう反応がいいから、わかんないですよね。もう分析のしようがない。もうそれはその人だからそんだけ再生回数がいいんだとか、いいねがいっぱいついてんだっていうところに集約してされてしまうので、あんまりその参考にならないですけど、この一歩先にいる人、まあ一歩先にいなくてもいいんですけど、そういう人の方がいろいろ参考になることがあるんですよね。こういうことが起こるから。だからブログとかにしてもそうだし、まあ他の媒体とかもそうですよ。ね、普段全然大したことないのに、なんかこの記事とかだけやたらと反応がいいなってのがあったら、それを分析するわけですね。なんでこの人はこんなにこの記事だけ反応がいいんだろうっていうふうになると、そこには自分にも活かせるものが絶対あるはずなんですね。だってこの人自体の商品価値がないわけだから、無名な状態で。自分と同じような状態なわけだから、その人がやってうまくいったってことは、自分がやってもうまくいく可能性が高いわけですよ。なんで、非常に、まあ、この真似すべき対象、モデリングと言っていいのか分かんないですけど、真似すべき対象としては非常にいいわけですね。だから、その成功者を真似しましょうとかっていうのは、さっきのトップ YouTuber と同じ状態ですよ。その人がやったら何やってもうまくいくような状態で、その人の何かを、ね、分析しようとしても、何がそのうまくいった要因なのか分かんない。ひょっとしたら、もうその人だからっていう理由でうまくいってる可能性もあるわけだから、そうなるとあんま参考にならなかったりするので、もう真似すべき対象、もちろんモデリングで、ね、うまくいってる、めちゃくちゃ成功してる人を真似しちゃダメですとは言わないですけど、僕はあんまり個人的にね、誰かが真似すると好きじゃないし、結局その人の劣化版みたいになっちゃうんで、これはもう僕の個人の考えだから、あんまり参考にしない方がいいと思うんですけど、僕はそういう人間なんで、まあ基本的にモデリングとかはしないんですけど、まあですけど、モデリングするにしても、まあそういうことも踏まえた上で考えていくと、